はい、どうも、お疲れ様でございます。今回もですね、ちょっと女子高生シリーズという、まあシリーズ化してしまいましたけども、こちらの方の第2回をお送りしたいと思います。これ先週の話なんですけども、私の速下塾の塾生さんで、50代の女性の方がいらっしゃるんですよね。まあいらっしゃるって言っても結構多いんですけども、その方といろいろとね、コンサルをした後に雑談をしていたんですけども、不意にですね、ねえねえ、 今、もしね、女子高生に戻れるとしたら、どんなことに挑戦してみたいですか例えば、15歳とか16歳に戻ったらっていうふうに、その50代の女性に聞いてみたんですよ。そうすると、非常に私的にもですね、あの、自分もそう考えるなっていうことを3点にまとめてお伝えくださったんで、今回はそちらの方をね、紹介したいと思います。まず一つ目。 勉強や仕事にもっと打ち込んだり、新しいことに挑戦したかったというふうに言われてましたね。はい。50代女性ってのは仕事や家庭、育児など様々な責任を担っていることが多いというふうに私も組み取りました。そのために15歳に戻れるんだったら、今できることのない、 ま、やる時間のないですね。勉強や仕事にもっと打ち込んだり、新しいことに挑戦したりして、自分の可能性をそのうち、若いうちに広げたいというふうに考えていきたいというふうに言われてましたね。まとめるとこんな感じです。だから、今10代に戻れたら、高校生に戻れたら、まあ、恋愛やね、あの、レジャーに打ち込むことも大事なんだけども、でも仕事とか家庭とか育児、将来必要になることを今のうちからやっておく、少しずつやっておくっていうふうに意識が変わったみたいです。 で、二つ目なんですけども、自分のやりたいことにもっと集中するっていう風に言われてましたね。自分のやりたいことっていうのは、当時はまだまだ時間があると思って後回しにしていたらしいです。でも、やっぱりね、この年になってくると、本当に時間がないのは、年齢を重ねれば重ねるほど時間がなくなっていくんだっていう風に、 感じたらしいんですよ。で、若い頃っていうのは、将来は時間の余裕ができる、お金の時間できるって考えるんですけども、逆なんですよね。50代になると、周囲からの期待や、周りの目を気にするってことが働いて、自分のやりたいことに集中できなくなるってことが多いらしいです。15歳に戻れるなら、自分のやりたいことにもっと集中して、自分の人生をより充実したものにしたいなっていうふうに言われてました。特にね、今、10代の子のファッションがとっても眩しいらしいんですよ。でも、50代になってね、 その10代の子のファッションを真似るってことが非常に難しいと、特にアニメのコスプレとかしたいらしいんですけども、とてもじゃないけどできないって言われてましたね。いやでも違うんですよと。50代になって10代の子がやるようなアニメのコスプレとかをいかにやっていくか、それがカジュアルなんじゃないですかっていうふうに私もね、お話ししたんですよ。確かにね、50代の方が YouTuber とかで、ちょっとね、若い この格好とかしてるんですよ。最近もちょっとね、あの、見つけてしまったんですけども、56歳の女性が、なんか、ブルマを履いたりね、<laughs> 制服着てみたりとか、スクール水着着たりとかして、なんか、YouTuber やってるんですよで。再生数はそんなに多くないんですけども、でもね、熱狂的なファンができていて、コメント欄っていうのは割と賑わってるんですよね。 ま、一見すると、キモいわけじゃないですか。でも、それを堂々とやることによって、それを突破して、ちゃんとファンがつくんですよね。多分、その YouTuber さんっていうのは、自分自身すごく豊かな人生に、え、気づいたんじゃないかなと思います。まあ、その例をね、え、この方にもお話して、今からでもできるんですよ、大丈夫ですよっていうふうに、お伝えはしておきました。で、三つ目なんですけども、50代の女性が、もしね、女子高生に戻れたら、失敗を恐れずにいろんな経験をしてみたいっていうふうに言われてました。 15歳はまだ失敗を恐れずにいろんなことにチャレンジできる年齢だということなんですよね。50代の女性は今失敗を恐れて挑戦することを諦めてしまうことが多いらしいです。15歳に戻れるんだったら失敗を恐れずにいろんな経験をして自分を成長させたいっていうふうに思うのも自然なことかもしれませんよね。でもあえて言いますけども、50代からでも全然挑戦していいんですよ。失敗していいんですよ。<laughs> まだまだね、60代とか70代の 将来訪れる自分から考えたら50代はまだまだ若かったっていうふうに振り返れると思います。ということでまとめます。勉強をもっと頑張って良い大学に進学して自分の好きな仕事に就きたい。二つ目、海外旅行に行って世界をもっと知りたい。三つ目、音楽やスポーツなど自分の好きなことにもっと悔いがないほど打ち込みたい。四つ目、いろんな人と出会って人間関係を広げたい。そして五つ目、恋愛をして青春を謳歌したい。 ね。もちろんですけども、50代女性の経験や価値観によって、これも回答変わってくると思います。しかし、おそらく多くの50代女性が、15歳女子高生に戻れるんだったら、こんなことがしてみたいなっていうふうに、今日5つにまとめた行動原理に立ち返るんじゃないかなと思います。同時に、若い、ね、自分と比べて、随分若い、同じ女の子のことね。 すごく眩しく見てるんじゃないかなと思います。だからこそついつい大切に思うがゆえに口うるさくなってしまうのかもしれませんね。はい、今回は以上です。